おできた。鹿間町でしか食べられない運命もの用意して待ってっからよ。で今回のルート、あ、もうルート決まってんの？すいません、愛宕住宅の鈴木さんですよね。あ、そうです。うわ、もう何年もやってる感じ。いやちょっと懐かしい、前回の動画で橋本さん、どうも元気ですか？そんなに離れてないでしょ。覗き込むように見て。いやー久しぶりですね。お久しぶりです。いや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 、もう忙しい時にありがとうございます。いい。今ここはもう橋本さんの畑。そうですね。これ何終わってんですか？これね、うん、抜いてもらえば分かるんです。ちょっと抜いてもらっていいですか？ちょっと見てる皆さんも、この葉っぱで当たった人はね、はい、もうよりやっぱ鹿間通というか、はい、では行きましょう。いや懐かしい、これ義理のお父さんになってて、ほらすごい、デレッデッデレデデレレレレデッデデデデレ、一本でも人参です。ありがとうございます。ありがとうございます。いや立派な人参でございますね。こうやって売ってることがないからね。そうですね、やっぱここもう切っちゃって、はい、あと出荷っていう形なんで、やっぱこう取れたての人参は違いますよね。そうですね、あとまあ品種がやっぱちょっと違うんで、うん、なんていう品種ですか？これが、うん、まあちょっとアロマレッドっていう、アロマレッド、あの品種、香水成分に使われる、なんていうんですかね、その香水成分が含まれた、あのアロマ。そうです。でまあその成分を含んで、うん、甘くなる、人参臭さがほとんどない。煮ると甘くなるっていうけど、より、そうですね、もう生食、ほとんど生食でいける人参なんで。生食でも甘い。甘い。食べてみたい。じゃあやっぱりサラダがいいですか？サラダがいいですね。ちょっと仕込み忘れた。仕込み忘れた。はい、そうです。あ、でそう、あ、これでこれ実際にこれ昨日洗わせてもらって、ちょっと今さらっと持ちましたけど、ピーンとしてすごい、わかるかな映像で、もう立派な人参で、これを、はい、まあもう生で出た。よくあるよね、なんかね、生で畑に行って、私生でどうですか？生でどうですか？一回見ましたよ、ポケット入れたのこれ。まあでもちゃんと洗ったんですよね。そうです、いただく。これはもう洗ってますんで、さっきから生で。マジ甘い。マジ甘い。マジ甘い。うまいじゃないです、甘いです。で、苦味がない。その品種の特徴で、うん、本当に人参臭さがなくて、あの人参嫌いな子供って結構いるじゃないですか。臭さない。うん、これだったら食べれるっていうので、結構評判いただいてます。あのまあ品種だけじゃないんじゃないですか、やっぱり。まあそうですね、土地もそうだし、はい、あの第1話目多分ポンってこう出ますけど、うん、第1話目こう見てもらった方にはあの分かると思うんですけど、なんで編集はしないんですか？作業増えるでしょ。おお出てる。うちは、うん、繁殖和牛と言いまして、大体こっちで、うん、5ヶ月、生後5ヶ月。あら赤ちゃんだ。そうですね、うん、あのうち本職が、和牛繁殖やってまして、ですよね、うん、でそれの堆肥ね、牛から出た堆肥っていうのをあのふんだんに散布して使ってるのと、あとやっぱこの鹿間の独特の気候で寒暖差が大きいっていうのがやっぱ甘みだったり、その発色につながるっていう形ですね。今現在鹿間町さんの、飲食店の方にも優先的に使っていただいて、賞味できますので、ぜひ鹿間に立ち寄った際探していただければなと。このまま出ませんからね。これの箱すごいね。すごい。うん。いきますよ。おっ。おお、あーすごい。でかー。ご機嫌うるわしゅー。橋本さん。はい。四つだけもらってていいですか。全然もっと持ってて、軽トラ一台持ってってよかった。いや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 。いや、なんかちょっと最後にね、言いたことあるんだよね。ちょっとこれマイクに使ってね。すみません、ちょっといいですか？もう全然いいですね。この場借りてて、
ご存知橋本ですということで、私も YouTube やってますんで、はい、ぜひぜひ見てやってください。チャンネルこっちに載ってます。すごいね、編集泣かせよろしくお願いします。大事にこれ使いたいと思います。ぜひ、はい、ありがとうございます。ください、はい、秋の恵みいただきました。またすぐに会えると思います。そうですね、お元気で。ここも1年ぶりに来ましたね。いやいや、お、ちょっとちょっと、元自衛隊の太田さんですよ。太田さん、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。また来ちゃいました、すいません。いえいえ、よく来てくださいました。実直で素敵なのね。リンゴ、今収穫時期で、これ、はい、前回はね実ってるのが見ることができなかったんだよ。そうですよね、全然まだ熟してない、ちっちゃい緑の実しかお見せできなかったので。食べたかったんですよね。作業中にありがとうございます。すごい筋肉ですけど。元は自衛官だったんで。自衛官で、もうこの夏時期は今剪定してる感じで、はい、今は適化作業。適化ね、これ太田さんの仕業ですよね。仕事ってこれは必要な作業で、はい、で、もうリンゴで、もう、はい、自衛隊を辞めて、はい、リンゴ農家さん何年目になりますか。まだ2年目なんです。2年目なんです。でもちょっと素人目に見ても立派なリンゴが終わってますけども、どうだったんですか、今年のリンゴは。今年はですね、はい、やっぱりちょっと夏の暑さがひどくて、で雨も少なかったので、はい、去年よりは、うん、大変な部分も多かったんですけども、まあ、自分も2年目っていうところで、はいはい、去年よりは作業のレベルアップしたかなと自分では思ってまして、まあ、去年よりはいい実ができたかな。いや、収穫量も増えた、収穫量もちょっと増えたかな。せっかくなんで、はい、ね、なんとなくこの流れだと食べさせていただけるのかなと思って、はい、今収穫しているジョナゴールドをちょっと今いいですか、はい、いいやつを、味見を、はい、あらますので、ちょっと今もいだやつを、ね、食べてみてください。食べるのもったいない感じがするんですけど、キャー、ジョナゴールド。では、うわー、うまい。酸味も効いてて甘さもちょうどよくて、水分量ね、ちょっと今日も暑いじゃないですか。暑いです。全然水とか用意してくれなかったんで今最高に体が欲している水分量ですよ。立派なリンゴできましたよ、太田さん。ありがとうございます。皮うめ、皮だけ売ってもいいね、これそれはちょっとあれとても美味しいリンゴです、本当に。冗談抜きで、いや、リンゴ美味しかったですね。他の種類も行きたいんですけど、はい、もうカッパからね、安尾さんのところに行けって言われたんで。なるほど。ここすぐでしたよね。はい、すぐ隣になりますので、じゃあ案内しますので、はい、一緒に行きましょう。いや、うまかったリンゴ。うまかったです、本当に。いや、うまかったよ、本当に。いや、太田さん、あら、なんかキャッキャッキャッキャ。そうですね、なんか声が聞こえます、ね、いやー、あら、安尾さん、脚立乗ってるよ、大丈夫？ちょっと収穫作業中ですね。安尾さん、ちょっといいですか、話して。ご無沙汰してます。あら、いらっしゃい。いい笑顔、安尾さん。いや、もう安尾さん元気そうで。ありがとうございます。今すいませんね、作業中。1年ぶり。1年ぶり、ありがとうございます。ナイスとミーチュー。今、最高に来てるですね。前回来た時はね、まだちょっと早くてね、季節はね。そうそうそう、ええ、お疲れ様です。あー、梅。はい、ご苦労。南山果樹園いらっしゃいました。あ、ここだ。何果樹園、何果樹園。南山、早坂果樹園さん。今年どうでした、リンゴ。今年ね、開花が2週間早いの。暑かったから。初めてだね、この。初めてなんですか。個数的には少ないけども。今年は少ないです。ただ味は甘い。甘い、うん。いや、食べてもらいたいですね。はい、ね、これなんか栽培の仕方も変えられてるんですよね。ああ、うん、私ね、はい、自然のやり方やってる。自然のやり方って言うと、実はね、はい、ほら、色悪いでしょ。色悪いでしょって。普通は葉っぱ全部取っちゃうのよ。あ、今取ってますけど、うん、はい、これだけね、うん、取ると体温が直接上がる。ああ、なるほど。そうすると赤くなるんだ、表面が。ところが、はい、
この葉っぱから、はいはい、光合成って分かるね。分かります、勉強しました、ね、光合成、はい、だからこれが太陽が当たって、うん、夜、うん、これに戻すわけだ、加糖としてはい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 、だから葉っぱなければ、なるほど、これがないと加糖っていうか甘くならないんだ。そうそうそう、はあ、ただよく見ると、うん、普通のリンゴ園よりも葉っぱも多い感じがするから、あ、取りませんから。取らないんですね、はい。安尾さんはあの、はい、ハトラズリンゴっていうリンゴを生産されてるので、はい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 、お客さんは真っ赤だから美味しいと思って、あ、見た目がいいとね、はい、うんうん、ところが糖度2度ぐらい違うよ。聞かないと分かんないわ。だから俺最初びっくりした、安尾さんが見た目悪いでしょって言ったから、ね、どうしようかなと思ったんですけどそれには理由があったんですね。はあ、なるほど。味違いますか。今持ってるのこれ陽子、陽子、陽子。他のどんなリンゴあります？他は。うん、一応幻のリンゴって言うんだけど。幻のリンゴがあるんですか？はいはいはい。どこにあるんですか幻のリンゴ？いやこれは限定だから。言えねえの？幻だから？ワッキーさんにだけ味見してもらうから。あ、本当ですか？うん、ハイデとか言わないですね。ダメダメダメ。すげえ幻だ。だって幻のリンゴ気持ち変わんないうちに。じゃあお客さん持って。あんだんだ。すみません、今日よろしくお願いしますね、はいはい、じゃあまず作業やってもらって、まず幻のリンゴ知ってました？存在は知ってるんですけど、自分もなかなか、自分ですらなかなか教えてもらえないいやちょっとあの存在は分かります。え、安田さん言ってますね今日ね、 YouTube の写生ってこれ全世界にで見られるんですよね、幻の。こっからモザイク多めになります。もうなんかリンゴはどうですか、このリンゴって何が美味しい、美味しい、美味しい、今ハモりましたね、美味しい。どういうところが違います？すごいシャリシャリしてて甘いし、ここを知ったのは正直ずっと鹿沼には住んでたんですけど、あ、そうですか。あの去年の YouTube でここを、ありがとうございます。いやそういう人もいるんだね住んでて分かんなかったんだ。分かんなかった、名前は知ってたんですけど、逆にね、あることは知ったんですけど、来たらパラダイスだった。パラダイスで、もうありがとうございます。すいませんね、はい、ありがとうございます。向こうにもリンゴがあるそうで虜にするってすごいよね。幻ですね、これね。うわすごい、うわ宝石箱やすごいね、蜜が。これが幻のなんていう品種ですか、これ。高徳。高徳？では。おーうま。後から甘さ広がってく。なんかね、立ちながら食うっていうよりは正座して食いたい。あら、うん、美味しい。もう笑顔でわかるね。CM にしてください、鹿間町の。鹿間町のね、今それやってるんです今。これ漬物？漬物。おなんか明らかに違うもの入ってるんですけど、これリンゴ入ってないですか漬物に？そうです。カブじゃないよねこれ。リンゴの漬物って初めてかも。これ一緒に野菜と食べた方がいいかな、うん、あ、うまうまうまい。リンゴの酸味が合いますね、まあ、甘みも感じるんですけど、うん、まだこのおごごもさ、うん、塩加減も良くてね、これとリンゴの甘さと酸味混ぜてうまいね。どう俺の食レポ。うるせえな、うるせえよな、うるせえよな。もうやっぱり言うんだ。やっぱうるせえんだよ、喋り。しゃあね。はい、どうぞ。さあ、ということで、里芋が植わってるって言うんで、あ、太田さん、これ里芋なの、ここ。そうなんです、ここ野草さんが育ててる。はあ、そうなんですか。見てる皆さん、これが里芋って分かんない人も多いんじゃないですかね。そうですね、この葉っぱで。これなんかすいません、持たせてもらっていいですか。なんかね、なんか持ちたくなったんです今。ばーすっごいね、でっかいね。これで掘るの、これ。そう
そうですそうです、周りからこう。いやちょっと怖いな、これ芋傷つきちゃまずいですよね。あんまり近くやったら芋傷つくんで。なるほど、大丈夫です、その位置は。あ、大丈夫だ、もっと、うん、全然ダメです、はい、この辺かな、あ、いいんじゃない。うわぁ、よし、これでいこう。抜けます。ヤスオさん、ヤスオファイト、無理無理、ヤスオファイト、ヤスオファイト、あ、どうも上がってきた、うん、ヤスオさん取ったぞー、取ったればいいんだ、ほらほらほら、すいません太田さん、もう全部やっぱいや俺もあいつ抜くだけでも疲れたわ。何でもほら経験だろ。だね、あんなに苦労して抜くようなスタイルでねえか、本当は。最後になんか優しくお灸添えられた感じがして、はい。いや、これはね、腰にくるんですよ。ちょっとそれ大きいんじゃないですか、安尾さん。え？わ、早い。一発じゃん。ちょっと安尾さん、俺やって、もうちょっとさ、いや、わかります、プロは。ちょっと、お、お、いや、あの、ちょっと、いや、安尾さん、いや、それ何でもやってわかりますけど、いや、俺のあの汗かいたやつが、なんか絵がちょっとわざとやったみたいに見えじゃないですか。一回は行かないですね。行かないよね。あんな手に枠やられたら、俺嘘っぽいじゃないですか。安尾さん。いや、安尾さん、やっぱすごいわ。里芋いただきました。ワキワキワッキーワッキー海山です。なんで愛ちゃんの方が多いんですか。話から本当ですか。やっぱ女優さんなんだよな、こり巻き多いっすさ。誰だこれ、忘れたの、これ誰だ。邪魔すんなよ、リンゴの収穫に。おいしい。え、よかった。そうね、ほら、うん、あの弟はくしゃみで返事しよう。妹です。あ、妹。